皆さん、こんにちは。今回は日本女子バレーボールチームの現状と課題について詳しくお話しします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。先日行われたパリオリンピック予選で日本女子バレーボールチームは予選敗退という厳しい結果に終わりました。この結果を受けて真鍋政義監督が語った言葉が注目を集めています。真鍋監督は、これが我々の実力だったのだと今は真摯に受け止めていると述べ、チームの現状に対する危機感をあらわにしました。この発言は日本のバレーボール界に大きな衝撃を与えました。日本女子バレーボールチームはかつて東洋の魔女と呼ばれ、世界を制覇した輝かしい歴史があります。1964年の東京オリンピックでは金メダルを獲得し、その後も常に世界のトップレベルで戦い続けてきました。しかし近年は国際大会での成績が振るわず、世界ランキングも下降傾向にあります。パリオリンピック予選敗退はこの傾向に拍車をかける結果となりました。 SNS 上ではこの結果に対して様々な反応が見られます。 X では、日本のバレーボール界に危機感を感じる、もっと若手の育成に力を入れるべきといった意見が多く見られました。一方で、選手たちの努力は認めるべき、これを機に再建を目指してほしいという励ましの声も多数ありました。インスタグラムではチームのオフィシャルアカウントに、次に向けて頑張ってください、応援し続けますといったコメントが寄せられています。ヤフーニュースのコメント欄では、日本のバレーボール界全体の問題、指導者育成にも目を向けるべきといった、より深い分析を求める声が目立ちました。真鍋監督の危機感は単に今回の結果だけでなく、日本女子バレーボールの将来を見据えたものだと考えられます。では、なぜ日本女子バレーボールは苦戦を強いられているのでしょうか。まず挙げられるのは、世界のバレーボール界の変化です。かつては日本の得意とする小さな巨人スタイルが通用しましたが、現在は身長の高い選手が主流となっています。日本の平均身長が世界トップクラスの国々に比べて低いことは大きなハンデとなっています。しかし、これは単純に身長だけの問題ではありません。技術や戦術の面でも世界は日々進化を続けています。特にヨーロッパや南米の国々は、身長の高さを生かしつつ高度な技術と戦術を組み合わせたパワーバレーを展開しています。ヤフーニュースのコメントでは、古賀選手が引退し、180センチを超えるアウトサイドやオポジットがいない現状メンバーの延長戦でチーム作りを考えても、ロス五輪は出場すらないと思います。ロスの次でメダルを目指すくらいの長期ビジョンに立って、ミドルを含め、今は無名で下手でもとにかくサイズの大きな選手を発掘することが先決かな。メンバー構成で平均身長を上げること、パワーをつけることは必要では。またブロック力の強化、特にミドルブロッカーが左右にきちんと遅れずつけること、そしてただ飛ぶのではなく、相手の動きを読んだり、自分たちのボールにつなげられるブロックの仕方などを研究し、ブロックの質を上げるべきと思いました。日本には大型選手が少ないので、ブロックに捕まりやすい、トスがネットに近いときまずやられる、それを避けるためワンタッチ狙いやフェイントが多くなる、 AB クイックも最高到達点で打つのでなく、トスの途中で攻撃する速さが必要で、どうしても身長差が出る、また身長低いときジャンプ力勝負になるが、だんだん飛べなくなる、後のセットほど不利だからフルセットは負ける、先手必勝が日本の戦い方だ、大型選手がいないかなと、身長の高い選手を望みつつ、それが叶わない上でどうやるべきかという声が多数で、それに関する議論が行われています。日本も独自の戦術や技術を磨いてきましたが、世界のトップレベルとの差は広がりつつあります。また国内のバレーボール環境も課題となっています。 V リーグ、日本のプロリーグの観客動員数は他のスポーツに比べて少ない傾向にあります。これは選手たちの活躍の場や若手が憧れる舞台が限られていることを意味します。さらに中学校や高校でのバレーボール人口の減少も深刻な問題です。少子化の影響もありますが、バレーボールを始める子どもたちが減っているのが現状です。
これらの課題に対して日本バレーボール協会もさまざまな取り組みを行っています。例えば若手選手の海外派遣を積極的に行い、世界のトップレベルの環境で経験を積ませる試みがあります。また国内でも高度な指導者育成プログラムを実施し、次世代の指導者を養成しています。 V リーグでも観客動員数を増やすための施策を打ち出しています。試合のエンターテインメント性を高めたり、選手とファンの交流の機会を増やしたりと、さまざまな工夫が行われています。しかしこれらの取り組みがすぐに結果に結びつくわけではありません。長期的な視点で地道に改革を進めていく必要があります。真鍋監督のオリンピック本大会ではネーションズリーグのファイナルラウンドで見せたような勝負強さを発揮することがなかなかできませんでした。ポーランド戦でも、その次のブラジル戦でも、あの1点、あの1本と悔やまれる場面がいくつもありますが、これが我々の実力だったのだと真摯に受け止めますという言葉には、現状を冷静に分析し今後の方向性を見出そうとする強い意志が感じられます。監督は続けて、次のロサンゼルス2028オリンピックを目指すチームが世界の強豪国と互角に戦うためには、選手個々の技術、経験を積み重ねることはもちろん、戦術、戦略を磨き上げることが急務、まだまだ多くの課題がある、と述べています。これは、チーム全体で課題を共有し、一丸となって改善に取り組む決意表明とも言えるでしょう。日本女子バレーボールチームの再建は、一朝一夕にはいきません。しかし、この危機感を原動力に、新たな挑戦が始まろうとしています。選手たちも、この結果を前向きに捉えようとしています。石川真佑選手は、この悔しさを忘れずに、これからも頑張っていきたいとコメントしています。若手選手の中には、海外のプロリーグでプレーする選手も増えてきました。彼女たちが世界のトップレベルで経験を積み、その経験を日本代表に持ち帰ることで、チーム全体のレベルアップにつながることが期待されています。また、バレーボール界全体で、次世代育成に力を入れる動きも加速しています。小学生や中学生を対象としたバレーボール教室の開催や、有名選手による講習会など、さまざまな取り組みが行われています。これらの努力が実を結ぶには時間がかかるかもしれません。しかし、日本女子バレーボールの未来は決して暗いものではありません。今回の結果を一つの転機として、選手、コーチ、協会、そしてファンが一丸となって日本女子バレーボールの再建に向けて歩み始めています。皆さんも日本女子バレーボールチームの今後の活躍に注目してみてはいかがでしょうか。彼女たちの挑戦と成長の過程は、きっと私たちに多くの感動と勇気を与えてくれるはずです。最後に真鍋監督の言葉を借りて締めくくりたいと思います。未来を担う選手たちに国際経験を多く積んでもらい、日本女子バレー全体の底上げを図っていくことが肝要であると、3年の任期を終えた今強く感じています。困難は乗り越えるためにある、我々は決して諦めない、この言葉に日本女子バレーボールの未来への希望が込められています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。